南島原市の虎巻虎巻断面カス巻きとは、カステラ巻きとも呼ばれる、カステラを使用した和菓子のことである。名前の由来は、カステラ生地で餡を巻いていることからついたものという説が、有力で餡をカステラ生地で巻いたもの、もしくはカステラをドラ焼き生地で巻いたものである。カステラが主体となっており、カステラで餡を巻くか、カステラ自体を焼き皮などで巻いて作る。 文明堂のカステラ巻きの他に、イマルタ、神戸カステラ巻き、愛媛タルト、カズ巻き、長崎カステラ巻き、カステラロール、カス巻き、虎焼きなど、各メーカーが工夫を凝らした製品を販売している。ゆず入りのあんをカステラでのの字に巻いたもの。昭和29年に登録された愛媛県菓子工業組合の登録商標である。カス巻きとは、 宮ア厚生化株式会社の登録商標であり、案は小豆ん、または白あんを使用し、カステラ生地で巻いた長崎県の和菓子のことであり、江戸時代に、朝鮮貿易で栄えた津島藩において、参勤交代で、江戸から帰った藩主の無事を家中で喜び、長旅の疲れを癒すために考案されたとの言い伝えがある。当時の日本では、まだ珍しかったカステラ生地の皮と、 贅沢品であった餡をふんだんに使った菓子であった。津島のものはずんぐりと太く、息のものは細巻きともされる。島原市のかす巻きと同じスタイルのお菓子であるが、南島原市方面では虎巻と呼ばれている。また、地域によってはかす巻きと虎巻が並存識別されている。なお、虎巻という名の餡を巻いた菓子は別な地方にも存在している。ただし、こちらは、 カステラ生地の表面が虎模様になっている。長崎県外でカス巻きが親しまれている地域は、いき、津島系のカス巻きで、佐賀県西部や島原系のカス巻きで、熊本市の方でもカス巻きが認知されているようだ。ちなみに津島と島原の食文化には共通点が多く、カス巻き以外に六米など名物でも同じ名称のものがあり、一説には、 島原のンゴの入植者で少なからず、津島出身者がいたのではないかと考えられている。ありがとうございます。